今日はマルコによる福音書の6章の30節からのですね、箇所、5つのパンと2匹の魚、もしくは5000人の給食と言われるですね、そういう、まあ、非常にイエス様の生涯の出来事の中では非常に有名な箇所であります。この礼拝のですね、メッセージの中でも私は以前この場所をお話したことがありますね。少し前にはマタイによる福音書をずっと読んでまいりましたのですね。マタイでもここ出てきますので、ルカにもヨハネにも出てまいります。ですから、あ、この話最近も聞いたんだけどなと、まあ、ちなみに日曜学校、教会学校では必ず3年に1回はですね、少なくともこの箇所を扱うようになるので、あの場所ね、知ってる、私たちもそのようになってしまうかもしれませんけどですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、このすべての福音書に記されているエピソードというのはそんなにたくさんではありません。ある話は3つの福音書、ある話は2つの福音書、ある話は1つの福音書だけにしか記されていないということがある中で、4つの福音書が記しているということは、それぞれの福音書記者がこれはやはりきちんと伝えていかなければいけないことだというふうに、それぞれが皆思っていたということですね。もしくはすでに、もうすでに出ている福音書を知っていながら、だからこれを省略しようというふうには思わなかったということですね。それはナザレのイエスというお方が確かに神様に使わされたメシアであるということを証しする非常に重要な出来事だというふうに考えていたということですね。私たちはもうこの話を何回か、もしくは何回も聞いてきたことでありましょうから、この5つのパンと2匹の魚の箇所を読むときに、ああ、ここはイエス様がたった5つだけのパン、そして2匹だけの魚、それだけの非常に少ないものを持っても、男だけで5000人そこにいたと書いてありますね。その男だけで5000人いた。つまり男だけということは、そこに男だけしかいなかったという意味ではなくて、男だけは数えたら5000人、女性も子供たちもいたら、まあ私は大体2万人ぐらいなのかなというふうに想像するんですけれどもですね、それくらいの大群衆のお腹をいっぱいにすることのできる全能の力を持った神様なんだ、まあ、そういうことが非常に印象付けられると思いますね。またその時そこに集まっていた人たちはみんなお腹を空かしていたと思いますけれども、手元には探してきたら5つのパンと2匹の魚しかないという、そういう状況で、つまり非常に困窮した状況です。目の前の必要に対して十分に応じるだけのものがこちら側にはないという、そういう状況であっても、でもイエス様はそれを何百倍何千倍にもして、その大きな必要を満たしてくださるお方なんだということですね、私たちはここから教えられる、まあきっとですね、そういう御言葉としてこれまでも受け止めてきたのではないかなというふうに思います。もちろんその通りですね。それがまず私たちがここからまず最初に受け止めるべき神様からのメッセージであると思いますけれどもですね、こうやってマルコによる福音書を少しずつ読み進めて、また今日この箇所に参りましたのでですね、改めてご一緒に読み直して、そしてもう一度神様の語りかけをここからですね、聞き取って参りたいと思っています。もともと1週間前にですね、この箇所を読みまして、誇るためではなく与えるためというタイトルを私はつけて、そして皆さんにご案内しておりました。まあ誇るためではなく与えるためというのはですね、やはりこれでイエス様はすごくですね、もう本当に人知を超えた、それこそ神様にしかおできにならない、そういう力を確かに持ってらっしゃる方だということを、まあこう示したわけですから。でもこの奇跡はイエス様がご自身の力を人々に見せつけるために、そのためにではなくて、むしろこのことを通してイエス様がさらにしもべとして仕えていく、まあ、そのことをですね、表す箇所だということで、誇るためではなく与えるためというですね、そういうタイトルをつけて、まあ、そのようにお話をしていこうかなと思いながら準備をしておりましたがですね、
まあさらに学んでまいりまして、ちょっと少しタイトルが実は変わってしまいました、ですからまあ副題でもいいんですけどもですね、誠の羊飼いなるイエス様ってですね、まあ、そのようなタイトルに、もうですね、そのようなこう意味合いもこう持ちながらですね、今日のお話を進めさせていただきたいと、そのように思っております。今日も3つのポイントでお話をしてまいりたいと思いますけれどもですね、1つ目は荒れ野に導く主ということです。それは私たちを荒れ野へと導く主ということです。30節から33節までをお読みしたいと思います。人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスは、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行き、しばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて、食事する暇もなかったからである。そこで一同は船に乗って、自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが、多くの人々は彼らが出かけていくのを見て、それと気づき、方々の町から徒歩で駆けつけ、彼らより先にそこに着いた。30節に、人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告したとあるんですね。先週は14節から29節の洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネがヘロデアンティパスによってですね、処刑されてしまうという出来事がちょっとこう挿入されているところでしたので、話が一回途切れてるんですが、この30節はその前のですね、12節、13節からつながっているわけですね。6章の12節、13節にはこう書いてありました。12人は出て行って、悔い改めを述べ伝えた。また多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。今私たちにとってイエス様はどこにでもいてくださる方、つまり蘇って天に昇られて、そして本当に神様としてですね、今私たちと共にいてくださいますからですね、どこにでもイエス様いてくださる。でもこの時のイエス様は一人の人としてこの世に来ておられましたから、同時に何箇所にもいることはできなかった、当然であります。ですからイエス様は多くの町々に神の国を述べ伝え、そして病の人を癒すために自分の弟子たち、人たちを派遣されたわけです。二人一組にしてですね、そして悪霊を追い出す権威を授けられて、そして行ってきなさいと。イエス様のなさろうとしていることを代わりにするようにとして言ったわけですね。そして実際にすごくですね、こうイエス様の権威によってその働きが進んでいくってことをこう体験して帰ってきたわけです。まあ、ある意味手応えある成果をですね、彼らは得て帰ってきたわけですね。ですからイエス様、本当にあなたの名前で悪霊に命じると悪霊が出ていきます、そんなことですね、こうそしてあなたの御名によって手を置いて祈ると病が癒されました、なんてですね、そんなことをこう報告しに来たわけであります。ですから弟子たちはシエスのもとにやってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。この残らずというのがね、本当にこう弟子たちの喜びと興奮を表していますね。こんなこともありました、あんなこともありました、こうでしたって言ってですね、まあ、とにかくですね、喜んで興奮してこうイエス様に報告しているわけです。そのような弟子たちに対してイエス様は、寂しいところへ行きしばらく休むがよいと、そのように言われたんですね。寂しいところというのは荒れ野を意味します。単に人がいないところ、人がいないところっていうことだけであればですね、いろんなところがあったかもしれませんが、これは荒れ野を意味するわけです。この時もちろんですね、イエス様は休む間もなく、イエス様と一緒にいればイエス様ご自身も休む間もないわけですが、イエス様とそばにいる彼らもまた休む間もないわけですね。そのような弟子たちに休息を与えるためにですね、少し誰もいないところ、誰にも会わないで、少しゆっくりしなさいという意味で
そのようにおっしゃったというふうにももちろん理解できます。しかし、この寂しいところっていうのが荒れ野だということを考えるときにですね、そしてまたその場所をすぐに探し当てて、たくさんの群衆が集まってきたときにですね、イエス様はすぐに彼らを喜んで迎えて、彼らに向かって教え始められたということを考えるときに、イエス様はむしろ荒れ野において神の前に静まって祈るときをこの弟子たちに持たせようとしたのではないかというふうに理解ができるわけであります。よく言われることでありますけれども、霊的な大成功の後には神の前に静まって祈ることが必要なんだということですね。祈ったらこのようにうまくいった、非常に嬉しいことです。神様は本当に確かに祈りを聞いてくださった、そのことを私たちが実感できるということは非常に大きな恵みです。それが大きければ大きい出来事であるあるほどですね、私たちは非常にこう喜んで、そして興奮も大きくなるでありましょう。その時にそれは神様の恵みであるのに、私たちはそれが私たちの信仰なんだとか、もちろん私たちの信仰ではあるんですけれどもですね、何かその理由が私たちの側に属して、私がよく祈ったから、私がちゃんとやってるから、まあ、そんなふうに思ってしまうような誘惑さえ忍び寄ってくるわけですね。サタンはよく祝福しているクリスチャンを攻撃するという言い方もされますね。ですから霊的な大成功の後には神の前に静まって、それは謙遜になるということもあるでしょう。あくまでもそれは神様の恵みなんだということをですね、私たちは知る必要があるでしょう。そして静かにもう一度神様の声に耳を傾けることが必要でしょう。そういったことのためにイエス様は弟子たちを荒れ野に行こうと、祈りに行こうと、そのように言われたのであります。それで自分たちだけで船に乗って寂しい荒れ野へと向かうわけですけれどもですね、しかし多くの人々はすでに気づきました。船がないと、あ、イエス様たちこれに乗って行ったに違いないと、じゃあ船に乗っていくならば向こう側だと、まあいろんなことが分かるんでしょうね。こうしてすぐに人々はイエス様と弟子たちがいるところを探し当ててしまいます。これはイエス様に癒してほしい、イエス様に慰めてほしい、イエス様の慰めの言葉を聞きたい、そんなふうに求めていた人々がイエス様や弟子たちのもう疲れもですね、配慮しないでですね、お忙しいとは思いますが、お疲れとは思いますが、よろしくお願いしますというようなですね、そういうことですぐに集まってきたというふうに、まあ、そういう面もあるとは思います。しかしこれはそれだけではないような気がします。イエスと弟子たちは荒れ野に出て行った、神の前に祈るために。ならば私たちもその荒れ野に出て行こうではないか、そこでさらに深いイエスからの導きを、指導を、霊的な導きをいただこう、そのようなまた思いもあったのではないかなというふうに思わされます。聖書において荒れ野というのは祈りの場所であります。初代の教会、初期の教会はそのことをよく受け止めました。ですから最初の修道院というのは砂漠に生まれるんですよね。町を離れて、人々の生活を離れて、一般の生活を離れて、ただ神と対話をするためだけにですね、砂漠、荒れ野の方に出ていったことから修道院というものが始まっていきます。イエス様はご自身の伝道の働きを始める前に荒れ野で40日間の断食祈祷の時を持ちました。弟子たちは今霊的な成功と興奮の中にいます。そして多くの人々はそれぞれ人生の課題を何か抱えていたでしょう。それぞれ何らかの求めがあって、だからこそメシアに期待し、神様が使うメシアが
何かを変えてくれることを期待しながらそこに集まっていたことでありましょう。そういうそれぞれの思いの中でイエス様の導きを求めて荒れ野へと彼らは出て行ったんですね。今私たちはどうでしょうか。私たちもさまざまな思いを持っているわけです。いろいろな一週間の歩みを経験して、そして神様の前に出て行きました。私たちもイエス様の前で静まり祈るための時間、静まり祈るための場所というものを求めていきましょう。そこが誠の救い主に出会う場所ですね。イエス様はいろいろな思いで集まる人々にメシアとしてのご自身を示すために、誠の羊飼いとしての姿を示すために荒れ野に一人一人を導かれたということですね。この場所からまず教えられます。2番目に申し上げたいことは、深く共感してくださる神様、深く共感してくださる主であるところのイエス様ということです。34節から38節までを読みします。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のような有様を深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうち時もだいぶ経ったので、弟子たちが身元に来ていった。ここは寂しいところで、もう時も遅くなりました。人々を解散し、周りの里や村へ行って、めいめいで何か食べるものを買うようにさせてください。イエスはお答えになった。あなた方の手で食べ物をあげなさい。弟子たちは、私たちが200デナリオンものパンを買いに行ってみんなに食べさせるのですかと言った。イエスは言われた。パンはいくつあるのか見てきなさい。弟子たちは確かめてきて言った。5つあります。それに魚が2匹です。イエス様がこの5つのパンと2匹の魚だけで、男ですね、男だけで5000人いたその大群衆の人々を満腹させたっていう、この奇跡ですね。これはここに集まっていた人々が単に食に困っていたから、日常生活でもなかなか食べれない人々が食べ物を求めてやってきたから食べ物を差し出したという、そういうものではなかったと思います。また先ほども申し上げましたけれども、ご自身が全能の神としての力を持っているから、そのことの少しですね、その片鱗を少し見せつけて、そういう力によってご自身が確かに神の子でありメシアであるということを気づいてもらうために、イエス様はこのことをしたわけでもありませんでした。他の聖書箇所を見ますとですね、この5つのパンと2匹の魚にそれこそ集まっていた人々は興奮しました。イエス様はもうほとんど何もないということから我々にパンをくださる方なんだと、この方が我々の望むメシアだ、今すぐ王になってもらおう、そこでイエス様を王として立てる運動が起きそうになったんですよ。それでイエス様はそこを離れて、ご自身一人山にですね、身を隠されるってことがあるわけですね。ですからご自身がいつでも来ればパンをあげるよって、私と一緒にいれば一生食いはぐれることはないよ、なんていうことをここでイエス様が人々に示そうと思ったのではないと思います。ここで注目したいのは、イエス様が大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のような有様を深く憐れんだというふうに書いてあることですね。この時人々はイエス様がどういうお方か、本当のことはまだ理解できていなかったと思います。確かにイエス様は神様が使わせたところのメシア、メシアとキリストというのは同じ意味です。メシアがヘブライ語、キリストがギリシャ語です。神様が確かに使わされたメシアである、それには違いないんですけども、その神様が使わせたメシアが実際神様がどのようなつもりでお使わしになって、どんなことをなさるお方なのかってことを、当時の人々は弟子たちも含めてまだきちんと理解できていませんでした。ですからみんなそれぞれ自分が期待しているメシア像を持ってイエス様を見ている、イエス様に期待しているわけです。多くの人々はこの時誠の王様を求めていました。
イスラエルをローマから解放し、力強くかつてのダビデの時代の王国を再興してくれるような、そういう、もちろん信仰的にはですね、誠の神様の礼拝をしっかりと守るところの、そういう王様を求めていました。イエス様は神の国の到来を述べ伝えました。ですからそれを聞くとですね、ああこの方がそのようなダビデ王国を復活させてくださる方なのかなっていうような期待がかなり高まっていたと思うんですね。でもイエス様が誠の王であるというのは間違いはありませんけれども、どのような誠の王なのかということを彼らは知らなかった。神様がどういうおつもりでイエス様を王として迎えるようにと言っているのかは彼らはまだ知らなかった。ですからそういう意味では彼らは本当の誠の王には会ってないわけです。イエス様が自分の思い描く王だったらいいなという気持ちを持ってイエス様のところに集まっていたわけであります。その姿を見てイエス様は飼い主のいない羊のようだと、そのようにご覧になったわけです。飼い主のいない羊というのは正しい指導者に導かれない民のことを意味しています。聖書の中でもそのような言葉がありますが、広く中東地域では王様が羊飼いであり民が羊であるということは聖書以外の地域でも言われていたことのようであります。その飼い主のいない羊のような民の姿、まことの王様を知らないその民の姿を見てイエス様は深く共感して、じゃあ何をなさったのか、それで教え始められたわけです。じゃあおいでパンをあげるよって言ったわけじゃないですよ。御言葉をイエス様は語ったわけですね。つまり彼らと時間を過ごそうとされたわけです。時間もだいぶ経ったと書いてあります。時間もだいぶ経った、そしてもう時も遅くなりましたというふうに弟子たちは言うんですね。私たちはこの言葉を読んでですね、なんとなくこう理解してないでしょうかね。弟子たちは、多くの群衆はですね、朝もう朝ごはん食べたらすぐにですね、イエス様のところに行きましたと。そしてお昼ごはんのお弁当は食べきってしまいましたと。で夕方になった時にですね、もうそろそろ夕暮れだから、ね、夕飯食べなきゃいけないから、だから人々を解散させよう、一日の出来事としてこれを理解しているかもしれない。もちろんそうも読めなくはないんです。それが必ずしも間違っているとは言えないでしょう。でも改めて読み直してみると、またイエス様がですね、そのように飼い主のいない羊のような民衆を見て、そして教えられたということを考えるときに、かなり長い時間一緒に過ごしたんじゃないかなということですね。一日とか二日とか、それはちょっとこう物理的な時間をうまく説明できませんが、そこに本当にですね、イエス様のもうグループとなるような、そういうですね、そういうような時間を一緒に過ごしたんじゃないかというふうにも読めるわけです。弟子たちはもう時も遅くなりましたというふうに書いてありますが、これ直訳しますとですね、時間はだいぶ経ちましたという言葉なんですよ。別に夕方になりましたという、必ずしもそういう意味ではないわけであります。深く人々を憐れんだ主はですね、一日程度一緒に過ごすことだけで終わらせるのではなくて、イエス様と一緒に過ごす、それこそ荒れ野での祈りを導かれたのかもしれません。飼い主のいない羊のような人々をしっかりとここで導こうとされたのではないかなというふうに理解することができます。イエス様に導かれようとしてやってきた人々がかなりの時間イエス様の教えを聞いていました。ですからもう食べるものが全くなくなったってことであるのかもしれません。何度も調達に行ったのかもしれません。でもそろそろイエス様、一旦解散した方がいいんじゃないですかって、そのように弟子たちが言ったわけですね。ここには私たちの急望、それは食べるものがないというですね、そういう今目の前のこの夕飯の食べるものがないという、そういう、そういうこともに対する神様配慮もなさいますけれども、しかしですね、霊的な状況、その人が人生で困っていること、そういったことにイエス様が共感してくださって、そして共にいようとしてくださる、そのイエス様の姿ですね。ですからイエス様はここで解散させなくていいって言うんですよ。なお共にいよう、だからあなたたちがパンをやりなさいっていうわけですね。イエス様が集まってきた人々にまずなさったことは、
じっくり時を共にし、そしてじっくり教えてくださることであったということですね。イエス様は私たちの状況をよくご存知で、そして私たちの求め、私たちが何に飢え渇いているのか、何を必要としているのか、どんな助けが必要なのか、よくご存知で、共感して、そしてそれにふさわしくですね、じっくりと共に過ごしてくださるお方であるということですね、覚えたいと思います。ですから私たちもこの方に導かれるために、荒れ野に出ていきたいと思うんですね。3番目に申し上げたいことは、荒れ野での生き方ということです。39節から44節までを読みます。イエスは弟子たちに、皆を組に分けて青草の上に座らせるようにお命じになった。人々は100人50人ずつまとまって腰を下ろした。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで祝福し、パンを割いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆にお受けになった。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れと魚の残りを集めると12のカゴにいっぱいになった。パンを食べた人は5000人であった。以前からここを読んでいて、100人50人とまとまって座ったってね、よくまあそんな統率の取れた動きができたもんだなと。実際にはですね、弟子たちが多分回ってですね、こう皆さん100人50人まとまって座ってくださいっていうふうに声かけたんだと思いますね。イエス様がこの群衆2万人の群衆の中を行き巡ったのではないんじゃないかなと想像します。よくこんなに統率の取れた行動を取れるなと思いました。そのことから考えてもですね、かなり長い時間一緒に過ごしたんじゃないかなと思うんですね。そうやってもうイエス様がおっしゃるならってことでですね、すぐにそうやって言われたら座れるようになってたっていうことですね。多くの聖書仲介者はこの場所が寂しいところ、すなわち荒れ野の出来事であったということに注目しています。荒れ野の出来事、荒れ野とパンの組み合わせですね。荒れ野とパンの組み合わせは聖書の中に出てくるわけです。例えば出エジプトのモーセに導かれたイスラエルの人々が荒れ野で40年旅をした出来事であります。食べるものがありませんでした。民は不平を言いましたが、モーセは祈りました。するとマナが与えられたわけですね。天からのパンであるところのマナが与えられたわけですね。ですからこのイエス様の5000人給食は、このモーセの時の荒野でのパンを思い起こさせるためのその出来事なんだということです。またイエス様が荒れ野で40日間断食祈祷した後でサタンの誘惑を受けられたことも思い出します。その時もイエス様はお腹が空いて、そして石をパンに変えようというその誘惑に遭うわけですね。その時イエス様はもちろんそれを変えることはなさいませんでした。人はパンによって生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだ。この出来事も荒れ野とパンの組み合わせの出来事。つまりイエス様はここで2万人ぐらいの人々を満腹にする奇跡を行っていますけれども、でもなお教えとしているのは、人はパンだけで生きるのではなくて、むしろ神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだということを教えようとしているわけです。ですからいつでもパンを与えてくださる王様として人々が期待することが分かったときに、イエス様はそこから去っていかれるわけですね。申命記の8章16節から18節を今日、読んでいただきました。もう一回読みます。あなたの先祖も知らなかったマナを荒れ野で食べさせてくださった。それはあなたを苦しめ試みても、最後にはあなたを幸せにするためであった。あなたは自分の強さと手の力でこの富を生み出したと考えてはならない。むしろあなたの神主を思い起こしなさい。この方があなたに力を与えて富を生み出させ、先祖に誓われたその契約を実行し、今日のようにしてくださったのである。イエス様はここで誠の王、誠のメシアとしての姿をこの奇跡でお示しになりました。それは御言葉をもって人々を生かし導くということです。そして御言葉によって誘惑に勝利し、御言葉によって平安を得ていくという生き方です。パンと魚の奇跡は、イエス様はいつでも5つのパンと2匹の魚でどれだけ多くの人でも満腹にできる力を持っているという、そのことを示すためではなく、ご自身が命のパンであるということを示すためです。それがメシア、
キリストの姿ですね。イエス様は物質的なパンではなく、私たちを本当の意味で霊的に生かすパンですね。アレノというのは、そうやってですね、イエス様に会うために私たちが進み出ていく静かな場所でもあるでしょう。しかし、今まさしく私が生きているこの人生そのものがアレノだと。潤いのない、非常につらいこと。そして、一生懸命頑張っても得るものが非常に少ないと思えるような、そういうつらい人生。そういったものをアレノということもできるでしょう。でももし今私たちが、ああこんな辛いアレノにいるんだというふうに思うならば、それはまさしく命のパンであるところのイエス様に出会う場所でもあるということですね。イエス様は常にアレノで私たちに会おうと、余裕のあるところで、満たされた場所のそのところでではなくて、私には何もない、そのような欠乏と窮乏を感じている中で、イエス様は私に会おう、出ておいでと、そのようにですね、おっしゃっている、その招きの中にですね、今日も導かれていることを心に留めてまいりたいと思います。お祈りをします。愛する天のお父様、御言葉を感謝します。私たちの日々が荒れ野のような日々であっても、しかしそれはまさしく命のパンであるあなたに出会うために、あなたが備え導いてくださっている場所であるということを思い起こさせてくださり感謝します。私たちを生かすのはあなた一人です。しかし違うものによっての助けをいかに私たちは求めてしまっていることでしょうか。もう一度私たちを本当の意味で生かしてくださる命のパンであるあなたを迎えて、そして荒野であるこの新しい一週間の歩みもあなたと共に住み行かせてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。